来年、値上げが予定されている食品が4000品目を超えたことが分かりました。帝国データバンクによりますと、来年値上げ予定の食品は先月末時点で4425品目となりました。冷凍食品や菓子などの加工食品が多く、今月中にも累計で5000品目に達する見込みで、値上げのペースや平均値上げ率は今年を上回っています。 来年2月は今年10月並みの値上げラッシュとなる可能性が高いということです。